他では聞けない美容医療の悩み相談、ドレクエ広場スペシャル。このコーナーは口コミ広場に寄せられた美容医療に関する悩みや疑問のどれか一つのクエスチョンに専門家がお答えしていきます。今回の質問は、タトゥー除去は痛みがあるのでしょうか。この質問に答えていただいたのはルーチェ東京美容クリニックの加藤先生。タトゥーの除去の方法によりますね。大きく4種類あります。タトゥー除去の方法は大きく分けて4つ。レーザーによる方法、皮膚を削る削皮法、タトゥー部分の皮膚を切り取る切除法、そして自分の皮膚を移植する移植法、メスを使う手術になる削皮法、切除法、移植法の特徴とは。麻酔をかけますので、痛みは麻酔の方法によっても全く感じません。麻酔をするため痛みなく施術できますが、デメリットとしてダウンタイムの長さや傷跡が残る場合があるそうです。一番、よく行われるレーザーに関しては痛みがありますので、麻酔のクリームであったりとか麻酔の注射、そういったものを一緒に併用して行われるかと思いますね。レーザーでの施術では痛みはあるものの、術後のダウンタイムや傷跡も格段に少ないのだそうです。さらに最近、痛みの少ないレーザー機器が登場したと先生は言います。最近ではピコレーザーが出ていますけど、従来のものに比べると痛みは少ないというデータが出ています。さらにピコレーザーは従来の機器では難しかったことができるそうです。それは、黒でも赤でも黄色でもいろんな色をその短い瞬間に強いエネルギーを当てるので破壊することができると。ピコレーザーは照射スピードが速くパワーも強いため、従来の機器では難しかったカラフルなタトゥーにも効果が期待できるそうです。ということで、春巻きの皮を皮膚に見立て実際にピコレーザーの威力を検証します。できるだけこう早くレーザーを打って終わった方が痛みも少なくて楽ですので、連続で照射をしていきますね。このようにピコレーザーはパワーが非常に強いので、黒いインクが1回でこれだけ綺麗。レーザー照射後の春巻きの皮、黒色にレーザーがよく反応したのが分かります。実際のタトゥーでも黒は非常に反応しやすいので、取れるスピードも速いですね。今この状態ですと黒いインクが少し残っていますけど、実際の肌においてはインクの残骸が免疫細胞によってその残骸が回収されて掃除されていくので、時間をかけて徐々に残ったインクもなくなっていきます。うっすらと残っているインクは実際の肌の場合、施術回数を重ねるごとに徐々に薄くなって消えていくそうです。ここでオンエア未公開、ピコレーザーはどのくらいの施術時間がかかるのですか。10円玉ぐらいでしたら、レーザーを照射している時間はもう5秒ぐらいですね。あっという間に終わります。もうその場合は、麻酔しなくても治療が可能ですね。1回で取れちゃうんですか。基本的にはレーザーによるタトゥー除去は数回の治療を必要としますね。加藤先生、ありがとうございました。人気のクリニックが一目でわかるからいいですね。いい方法が見つけやすいんですね。お母さんやってみたら。先生に相談できるんですか。それは心強いですね。月間100万人以上が利用している美容医療系ポータルサイト、気になる美容医療は口コミ広場にお任せ。